いや、あ、いいでしょ、自分で出頭させるって。もう、まあ、一生懸命は仕事やってるんで、本人も。今いるんですね。いや、いないですよ。現場で仕事をしてる感じですね。はい。今、ちなみにどうなんですか、捕まった場合は、その、まあ、一生懸命本人も仕事しとるもんで。自分で出頭した場合はですね。あ、罰金とかで。はい、よろしくお願いします。何？出てきてた。半年ぐらい逃げてったって言った。違反まで行った。スピードがなんか事故ではないんじゃない？半年ってうちに来る前じゃん。ここで働く前。そうだな。ちょっと頑張っておるとな、どうしようか頑張るんだけど。視聴者皆さんね、こんなことまた動画にしてるけど。やっちまったことしょうがないじゃん。まあ、本当にそうだな。若いとさ、こんなぐらいはって言って、本当は真面目じゃん、せいちゃん。めちゃくちゃいい人。うん。めちゃくちゃいい人。岡部さん。バカなやつ。岡部さん。めちゃくちゃ真面目なんだ。めちゃくちゃいい人なのし。俺からしょうがないでしょうか。そう、じゃあね、どこだ今。一人。近くに岡部おらん？岡部いないっすね。今日、検察から電話かかってきて。はい。逃亡してるらしいわ、検察から。え？なんです？スピードかなんか、スピード違反かなんかで。はい。で、なんか家にも書類送ってきて、もう半年以上前の、あれで。はい。で、なんか逃げとるもんで、このまま身柄こっちから行っちゃうと、はい。まあ多分留置されちゃうから。はい。まあ明日か明後日こっち連れてこねえか、って言っとんだわ。もういいっすか？やばいっすね。困った。とりあえず岡部どうしようかな。まあ、一回、警察から電話かかってくるもんで。はい。折り返したらちょっとまた連絡入れるわ。あ、わかりました。うん、今日のやつ岡部連れてっても大丈夫ですよね。あ、いいよ。全然いいよ。いいっす。あ、わかりました。あ、その時に話してもいいな。あ、そうっすね。はい、身柄拘束するわ。小林寮に。わかりました。外から鍵かけるわ。はい。ちょっと無理しんように。あ、はい。うん。よろしくお願いします。はい、お願いします。もしもし、はい、木曜日、はい、朝の9時半ですね。名古屋区検察庁交通分室。あ、本人からですか？いや、今ね、本人現場で言っとるけど、まあ多分当日連れてた方がいいんじゃない？なんか変に電話させて飛ばれても困るなと思って、俺そのと、まあ本人と話をしてから、まあしっかり話して、まあ、逃げないようには話するんで、だから一回多分東京からなんか逃げたんですか、これ。もともと東京で問題起こしたってことですよね、これ。はい。そういうことですよね。はい。ああ、わかりました。ちょっと本人ともしっかり話させていただきます。はい。できれば当日僕も行けるようにしますので、最初だけでも。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい。警察みたいな。警察？みたいな電話かかる。ちなみに岡部。はい。今、検察庁に向かってきて、半年前に逃げておるらしい。何が通るの？何気にする話。でも、あいつ運転荒いですね。自分とどっこいどっこい一年さ、大一年かな。なんでこんなこの会社、一応会社で地球の会社なんだ。今日はそんな感じですか？そうです。昨日のその前からずっと風邪ひいてて、はい、足も全然出てるし。お疲れです。大きく出すな、もういいよ。まあ、寝ます。お疲れ様です。あ、そう。はい、一応、あさっての9時半に出頭になったんだけど。はい。いいかな？あ、いいですよ、別に。いい？じゃあ9時半だね。まあ、今日、あいつ連れても今日話すわ。あ、はい、わかりました。うん。で、まあ、あいつは飛ぶなら、まあ、そこまでの人間だし。まあ、きっちり自分で行くなら、まあ、そこまでの人間だしな。そうやって、ちょっと一回。うん、今日話すわ、あいつかな。あ、そうです。うん、お願いします。おはよう。
おはようございます。遅刻しましたね。めちゃくちゃな。カメラ回ってから言うな。時間ないです。急いでください。カメラ回ってから言うな。時間がないんです、こちらには。視聴者の皆様。みやちゃん、まあ早く行こうよ、早く。マジ時間ないんだよ、うちらには。いいや。有料道路でも30分かかるんだから。だけど、視聴者に説明しやな、これ。まずは。うん。今日は何が起こるか。ちょっと岡部さん起きてなさそうなんだけど。LINEしたけど、帰ってこない。社長がちょっと遅れてるんでって。うん。今日はね、視聴者の皆さん。岡部っていう話を見たと思うんですけど、スピーカーで喋っていい？うん、よいしょ。まあ、マジでいいですよ、彼の。あ、おはようございます。はい、おはようございます。すいません、今会社出ました。あ、わかりました。すいません、すぐ向かいます。はい、飛ばずに家におったな。 LINE これ、俺自由にさせたのにさ、別にやめるともやめていたわけじゃないんですよ。うん、強制で捕まえたみたいな。うん、なんか罰金とかいろいろあるで、まあ、まあいつもどういうつもりでこういうふうになったか分からんけど、ちょっと待ってくれで、おお、ちゃんとミルクティー飲んでる。おはようございます。おはようございます。どうします。なんかお前警察の、あの車に乗せられる逮捕者みたいな感じじゃな、お前。しかも知ってくれですよ。しかも自分からね。ああ、自分から乗る。捕獲される。もうでもテンションはだだ下がりだから、岡部さん。おはよう。どうす。どの気持ちですか？昨日めちゃくちゃ煽られてたんですよ、みんなに。だい。みんな、そのまま流中で入れるんですか？うまくくるれんす、マジで。ねえ、あれが飲みたこっちの。昨日、カンツさん知恵で、あの、牡蠣が10キロ届いたんで。あ？牡蠣が10キロ。届いたの？あの、松田さんの知り合いから牡蠣が10キロ届いて。10キロってやり多いじゃん。結構、でもみんな食べきりましたよ。すごいですね。で、みんな絶対おらんか。お前とは今日で終わりだな、みたいな。さよならって。はい。で、その、昨日、昨日か。昨日新しい人が来たんですよ、バイトで。あー。あー、新しい電話でな、喋ってるんですか。はい。で、半日ぐらいでいなくなっちゃって。飛んだ？はい。半日で。どういうことですか、半日でって。休憩っていうか、まあ、それ、え、ちょっと待ってください、理解がちょっと。まあ、半日で消えたとか。どういうこと、半日で消えた。一回帰りまして帰って、そのまま来ないみたいな。でも、昼抜きでトイレからなんか行くふりして逃げたのかな。なんか、親が倒れたから、一回帰りますみたいな。うん、で、夜、落ち着いたら連絡しますって連絡来なかったです。これ何本だ。嘘。いや、なんか俺は休日に来て、まあ、良さそうだ、真面目そうな感じだったの。めっちゃね、電話の感じ。俺喋ってたろ、うん、お前と。7年間か8年間、なんか、造船所のトビやったってやつな。22歳ぐらい。でもお前、俺らのトビの足のトビめちゃくちゃいねえぞって言って。なんか喋ったよな、俺。うん、見事おった。うん。おったよな。うん。大丈夫っすとか言って、こんなに昼で、消えた。親が倒れたって。で、帰ってこなくなったっすか？いなくなりました。いや、まあ、いや、それ、しょっちゅうあるよ、それ。いや、でもわかんないです。今日電話来るかもしれないですよ。だとしても、どうやって、あ、昨日バタバタしすぎて。そうです、そうです。ああ、そういうこと。もう昨日親が倒れちゃって。信じる。まあ、いや、わからんです。顔見てないし、何でもいいですよ。しん、いや、ちょっと迷うな。ってそういうことで。顔も見たことない、喋ったこともない人が信じるとかないもん。だけどまあ。信じても信じても俺もないもんな。よくしょっちゅうあるもんね。まあ別に、まあまた戻ってこりゃいいし、一週間でやっぱり戻りたいと思ったら来るやつもおるしな。初日に飛んどいて。すごいよ、それ。すごいっすよ、ね。まあ、建設やな。それぐらいええもん。まあ、そう。みんな足場さんのみんなもそう言ってましたね。うんと。なんかもう、ぶっちゃけダメ元で、うん、もう自分とか松田さんとかにしても、うん、もう最初はもうこいつもすぐ辞めるだろうって考えていて。まあ正直それぐらいいいんだわ、俺らは。で、残ったらラッキーみたいな。真面目で、高校も出とって、大学も出とってとか、まあ、ここで出とってとか、真面目で休まんって、混んで、編んでって、なんか意味もな、また建設業やらないの。建設業でも足場はやらないの、ほとんどの人が。100人、1000人に1人じゃないか、あんなもん。ちょっと僕、これ終わったら、寄りたい場所があるんです。どう行きたいの？1000円カットですよ。あ1000円カットで、ちょっと頭丸めたいですね。あ、坊主ですよ。はい。ちょっと、ってマジか、偉いな。ちょっと、俺もさ、今日寝坊で遅刻したもんでさ、視聴者にゆっくり話せてないもんで、まあ、視聴者にちょっと伝えたいんだけどさ、まあ、ね、お客様を見るから、やっぱ、
ね、こんな子がおって警察に捕まるの子って大丈夫って思うかもしれないですけど、まあ建設業ってやっぱそういう子多いけど、まあ、うちの人間ほんと素直だよな。思う？そうです。だからこっちがなんかインチキしたり、なんか陰で悪いことやるタイプじゃないじゃん。うん。陰気なキャラじゃないから。で、まあ、この捕まる子って、まあ、こういうのを動画にするって俺もどうかなってやっぱ悩んどるし、まあ、岡部も動画にしんでくださいって言っちゃってたんだけど、まあ、一回編集上がってから判断しよう。お前の判断でいいで。送ります、はい、すぐ。編集上がってからな。はい。一つは、これ、やっぱ建設業って、まあ、どこもこれ現実だし、それでも人手足りない。うちなんか塗り替え道場、全国から、お前も東京から来たわけだろ。はい。でね、今うちは人でやっぱすごい毎日のように電話が本当に毎日うちで働きたいって全国から来るけど、まあほぼ3分7やつ、まあ、それこそね、まあ、やんちゃとかね、昔不良でしたとかそんなのはいいんだけど、別になんか挨拶がちゃんとできんだとかね、約束の時間に来れんとかで、こうやって昨日も一日来てあんだけ良さそうな子だろ。いや、普通に真面目そうな方でしたよね。うん、まあ、こういう塗装業界でもそうじゃん。俺らが100万でやるのも、だって足場もシーリングも全部塗装の職人も全部抱えてんだからさ、下請け使ってやれるわけねえんだよね、同じ値段で。だからどうなるかって言ったら、まあ、手抜けとかそういうことになってくるわけじゃん。それってやっぱ、会社がそういう体制だから、職人もやっぱそういうやつが集まっちゃうんだよな、言い方悪いけど。職人もだって手抜いていいよってやってるやつが集まるわけだもんな。ちょっと、単純な話ちょっと絡んでよ、うん。ちょっと理解するのに難しい。とか。じゃあ難しいです。言ってくれ。じゃあ聞いとって理解するまでに時間かかんねん。まあまあそういうことばけてもしょうがないもんないですけど、うん、まあその岡部自身はね、すごい真面目に一生懸命やってる人間なんで、まあ過去にな、ちょっとやんちゃとか、それあるわ、思われもいっぱい。めちゃくちゃあるもん。もうショックで暗いもん、岡部さん。大丈夫か？元気なさげ。大丈夫です。でも、まあ、僕が過去にしたことなんで、うん、しょうがない。しょうがないです。でも、この最後はお前の意思だもんな。俺が無理やり連れてくるわけじゃないもんな。うん。別に、この2日間、辞めようとか辞めるだもんな、会社。俺も行ったもんな、お前に。そうですね。行く行かもお前の自由だで、うちの会社の俺以上は、まあ、行かなかったし、もちろん。お前が辞めて、他のとこ行くのは、自由だしな、お前の。ただでもその僕がやっぱ、まあ、よそから来たって言い方あれだけど、うん、遠くから来た人間じゃないですか、うん、それ自体でやっぱ僕もずっと建設業で、うん、正直その、まあ、求人条件とか、まあ、実際に入ってみてですけど、うん、まあ、塗り替え道場を超えるその、まあ、ちゃんとした会社って言い方したらあれだけど、うんうん、しっかりした会社は他にないんじゃないかなと思いますね。いいこと言うね。もっと上げてその建設業の社長ってやっぱ、うん、意地汚いって言ったらあれだけど、うんうん、もう自分の利益ばっかの人が多いじゃないですか、うんうん、でそれの中で、まあ、少しでも還元しようっていうのがやっぱ従業員に伝わってるのが、うん、ちょっとありがたいですね、従業員の立場として、うん、いいね、いいこと言うね。もっともっと上げてごらん僕のこと、もっと上げてごらん。でも寝坊するっすよ、約束の大事な日に。ちゃちゃちゃ、ね、おちゃん、俺、いつも、まあまあ、それ言い訳だね。すいません。そう。来月、自分、この間、スノボ行ったんです。うん。来月もスノボ行こうってなったんですよ。うん。行ってる場合じゃないなと思って。なんで？いやいや、そんな、なんか、自分にストイックにならない方がいいと。俺はそう思うと。か、逆に。お前結構真面目だから。逆にボード行って、うん。風になるか。どういうこと？全部忘れて風になるか、どっちか。風になる、あ、それも風。分からん。風って、あ、じゃあ分かる。風引くの風じゃなくてな。あの、外に吹いてる。うん、外に吹いてる。風に、もう、大草原と一体化したいと。そっちの方がいいんじゃないの？で、仕事なんかもうそこからだって1ヶ月も経つと、もう毎日必死じゃん、現場なんか。本当に。そうそう。うん。想像絶するやん。本当にこれ、どんな説明しても分からんところだわ。その、一般の人って。本当にもう、言い方悪いけど、その本当に 3K とか言うどころじゃないさ。そうですね。3トリプル K みたいな感じだな。3KKK だよな。K×3 ぐらいだよな。3地獄ぐらいだ。もう飛びの足場なんかもう特にだよな。きつい、きついだけ。きついじゃない。きついじゃない。きついだもん。ああ、じゃあな。そういう機体。あ
TTC が入ってない。なんで、すいません、トラブル発生。TTC 入れ忘れました。後ろの人怒っとるわ朝から。俺向こう行ったんだけどな、前でも忘れたもんね、そこ止まったんだけどな。前でも忘れたって忘れすぎじゃね。ん、え、忘れすぎじゃね。後ろに大迷惑だわ。じゃあ迷惑だけど、ここで事故ったらもっと迷惑じゃねえか。事故らんやろそんなの。おい、視聴者の人叩いてくれこいつ、本当に生意だ、クソだ。クソギー、今日見ようのが強いし。なあ、はい、誰お前が社長の言い方良くないよって、視聴者の人叩かれちゃうよって。うなずいただけだった。うなずいただけだった。岡部さん優しいから。ああ、今日はお前が主役だよね。でも終わるのどれぐらいなのかな。ケイさんは2、30分です。いや、午前中って書いてありましたよ。うん、いや、ちょっとかかると思うんだ、どうしようかな。でもお前を、しゃべりだよ、お前読み上げで。読み上げるんですか。いや、そうじゃないか、どういうものかな。はい。今日は1月20日の9時ぐらい。はい。はい、で、この後30分後から、検察庁ですね。検察庁、検察庁に、僕が何年か前のちょっとした違反、まあ、ちょっとしたじゃないですけど、だいぶ違反。これ今回行かなかったら、逮捕らしいです。でも本当に、検察官も普通のことだからって言ってたの。そう、なんか、うん。別に悪いことじゃないから。ちょっとしたことだったのにってなってました。来ないと大ごとになりますよ、その騒ぎ。逃亡だからな。赤文字で、今回の呼び出しに応じなければ逮捕の手続きを取りますって書いてあります。そうそう、やばいっす。なっちゃうな。逮捕ではないってことだな、逆に。今回行けば大丈夫。今回は出頭ですかね。ちなみにこれ、今から行く場所のすぐ近くで翔さんたちいますね。マジで、はい、あ、動画撮ってくるわ、じゃあ。マスクあるか。あります。10万円私。じいちゃんみたいなことすんの。カメラは3本。はい。プラス持ってて、なんか。すいません、ありがとうございます。うん、検察庁交通分室、検察庁受付3番窓口か。3番窓口。はい、はい、10万円は渡してます。はい、お支払いすべて来るとかあるのかな。お支払いも終わりますか。はい、はい、あ、わかりました。じゃあ、お仕事をください。お願いします。お願いします。逃げるね。お願いします。岡部さんが旅立った日。岡部さん、さよなら岡部。視聴者の皆さん、自分の中では生きてもらってみたいでしたけど、このままあいつは刑務所に行くことになります。火災なんたらみたいな、交通裁判所だったよ。まあ、金も現金であればまだ悪いみたいな感じだな。裁判行われたらね、まあ、景色になる。職長としての風評が次。翔さんが。こいつら帰ってくる。分かる人に分かる。ちょっと嬉しそうな感じ。分かっといてます。分かっといてます。何ですか。暑すぎてね。スタバツ。夏。いつもスタバツ。
禁止食か。はい。はい、ついた、ね、出てきた。ちょっとだけ話して。そんなことはどうでもいいんだけど、まあ、今日やれるんだな。無理。じゃ無理じゃねえって。翔さんを身を側につけて、翔さんに。いやでもそれもじゃあ今日昼から言うのがバレた後で。あ、無理だ。無理だ。あ、無理だ。無理だす。無理だす、身を出す。身を出すって何？身を無理だす。身を無理だす。何それ？ふざけてるじゃん。なんかローマのお前、ローマのなんか伝説じゃない。身を無理だす。身を無理だす。身を。ローマの神、身を無理だすわ。ラインを引くことができなかったのだ。そして神々が怒り、地球を滅亡と導き。ねえ、うるさい。ミオ、ミオ、自分のことミオって言ってないし、今。あ、ミオ無理だって言ったの。いや、無理だって言っただけでさ、ミオ、え？ミオ無理だって言ったの。ミオ無理だも言ってないよ。無理だって言っただけ。ミオ無理だって。何それもう。やばいよ、お前。何それ。やばいよ。イカルトって。ね？何？あの、まあ、裏メニュー。そこを社長立てる。どういうこと？そこを社長立てる。違う違う。理解ができるのに入っていいの。じゃあ立てたい気持ちは山々なんだけど。山々ですが。ですが理解。無理無理ですが社長を立てることができなかった。そして神の逆鱗に触れ小林のお前ゼウスが。いや無理だよ。もうだって今日課題いっぱいじゃん。なんでですよ、一人で行く、うん、週一は目標にしようぜ、まず。いや、本当に無理。なんでだよ、お前雇った意味ねえよ、俺。違う、まだ早い。雇って俺、お前にお仕事をもしないか、まあ、何しなか、これしなか、あれしなか。お前。それが、お前。神々の怒りに触れとんかい。それが、ミオを雇った宿命。宿命。宿命。それが神が決めた。みゆちゃん俺が言ってたら、まあ、みゆまだまだ一人で恥ずかしいって言っとるで。いやそれもダメ、恥ずかしいって言わんで。なんでなんかさ、逆にさ、それ恥ずかしくなるよ、そう言って言われると。なんか緊張しちゃう、そう言って言われると。買ってないんだよ、てめえ。ん？買ってないんだよ、お前。買ってないって？かつてない。みゆ無理ですわ。岡部さん、僕知ってるもんね、怖い。走ってきた。かわいい。右かな、右かな、すいません。すいません。僕は東京で、うん、その、長所とか済ませてたんで。あ、一応長所とかやっとったんだ。はい。スピードだったやっぱり。スピードでした。45キロオーバーです。45キロ。はい。わぁ。何点減点？あ、それ、ここじゃないんですよ。まあ、ここでは出せないんで。また、後日、うん、その、こっちは罰金の手続きだけで、うん、免許的な手続きはまた後日警察から連絡が来る。そこね、どうだったの？行って。行って。ちょっと詳しく内容教えてよ。まずその検察官みたいな人と話して。うん、怖かった。いや、全然、いや、サラリーマンみたいな。二人サラリーマンみたいな。二人きりで。二人きりで。で、話して、うん、で、まず言われたのが、うん、あなた住所間違ってますか？僕多分引っ越しするときに、うん、住民票提出届八王子で出すじゃないですか、うん、でそれの時手書きじゃないですか住所、うん、で僕多分 B で出しちゃってて。何？会社の家の住所？はい、僕 A じゃないですか、うん、あ、そういうことな、はい、それで安井さんのところ。あ、なんで安井になっちゃったの？だからもうそもそもの手続きがまず市役所から間違ってるっていうので、うん、でそれを軸に免許書き換えとか、うん、そういうことしてるんで全部間違ってて。嘘？免許証間違ってるってこと？まずそこの転出届をそのベースでやるじゃないですか。だから住民票から間違ってて。マジで？で、その住民票で免許もやるんで。嘘？全部間違ってるみたいで。うん。で、まずそれをまあ直してくださいって言うと。うん。それやっぱ新しいんだよ。住所もし、故意的に違う住所だったら、もうそれだけで反対らしいから。それ電話で言っとったもん。女の人が。いや、で、違うっての書類とか入ってるから、多分、住所見とって言ってるから、そしたらもう、それは罪が多いですよ、みたいな。いや、それは多分ないですよ、って、うちの会社の寮なんで、って言ったの。で、検察官と話して、うん、で、聴取とかはもう取れてますんで、うん、とりあえずその確認だけしてください。うん。
令和2年12月6日、うん、午前5時30分、うん、足立区ですね、足立区で違反、うん、一般道で仕事行く時か、はい、日曜日にちょっと県外の仕事だったんで、うん、普段足立区なんて行かないですけど、うん、そっちの方に朝、日曜日の朝だったんで、うん、めちゃくちゃ空いてて、うん、かっ飛ばしてた、かっ飛ばしてて、でオービス光っちゃってちょっと寝坊しちゃった、寝坊、まあそうですね、でも早く着きたかったっていう早く着いて向こうで、まあ、寝るじゃないけど、うん、ゆっくりしたかったなっていうので、うん、急いでて、うん、45キロオーバーして、うん、それで何いくいくいくらバケ1万円ショックやな、1万でかいな、でかいですね、うわーよいしょきっかり8万が伝票もあるの、あります、領収書あります、いいよ、動画にしたで、あの企画料で8万やるわ、それいいじゃん、いいわけねえだろここいいかなと思ったらいいわけねえだろ、動画の企画料で、領収書お前が持っとってもいいんじゃない、俺は領収書いらんもんね、8万円前借りだもんね、はい、今ちょ、こんな紙なんかいらんね、お釣りを買いやすいでしょ紙なんかこれもらってもしょうがないから、何の得にも会社の経費入れねえもん、すごく入れたら俺が使われるわ、何の会社の経費だ、はい、やらかしたな、はい、昨日金下ろしたばっかなんだけど、いいや、そう、はい、腹ごしらえもしたな、お腹いっぱいっすね、だいぶアドバイスもしとったけど取ってないけどな、西屋で岡部に対するだいぶアドバイスもしてましたが、はい、締めろ、俺が喋らんともう全部回らんのかこれ、パーキング回って締めも喋ってはい、はい、それではまあこれからね反省もしとるし、今後本人が、まあ、報道でな、一言じゃあカメラに向かって岡部ある、これからも頑張ります、んこれからももっとちょっと気持ち切り替えて頑張ります、頑張ってみようか、はい、はい、じゃあ皆さんチャンネル登録いいねよろしくお願いします、ありがとうございます、チャンネル登録マジで最近ちょっと毎日100いかないからチャンネル登録者がちょっとスピードきっと遅くなってるから、ぜひ皆さんあの何回か見てるんだったら登録、結局ね 20% ぐらいしか登録してないらしいんですよ、 80% は登録してないとか見てるんだって、そうそうそう、登録ってボタン押すだけですよ、もう押すだけだからさ、まあ、ぜひ応援のために、はい、あの登録のほどよろしくお願いします、お願いします、おたびねー。Yeah.